やってるな。ああ、春日さん、この前はどうもありがとうございました。カトリーヌちゃんのショー大盛り上がりでしたよ。そうか、そいつはよかったな。今日は何をやるんだ。クマじゃないんだろ。ええ、今日はこの子、トラのシャルロットちゃんです。ほう、なかなか立派なトラだな。でしょ、毛並みもいいんですよ。春日さんも今日は触れ合っていってください。手を出すとお手をしてくれますよ。ほんと可愛いんです。もちろん特別な訓練を受けておりますので、人に危害を加えることなんてありません。この子が小さかった頃からこの私が直々にトレーニングをしてきましたからね。それがなんか不安なんだよな。ん？おお、どうしたの。お腹が空いてるのかな。そうかそうか、ちょうどご飯を持っててから少し分けてあげるよ。はい、お食べ。へえ、手慣れたもんだな。でしょ、私くらいにもなると初対面の動物とだって分かり合えるんですよ。ある意味外国語よりも動物語の方が簡単に思えちゃいますね。ん？もっと食べたいの？あー、でももうダメだよ。栄養の取り次ぎは逆に良くないからね。また今度おいで。こんな感じで飼育している動物だけじゃなくて、野良猫とか鳥とかよく寄ってくるんですよ。自分じゃ特に意識していないんですけど、私には親しみやすい何かがあるのかもしれませんね。ちなみに虎のシャルロットちゃんもあんたのところによく寄ってくるのか。ええ、シャルロットちゃんは遊びたい盛りなので、いつも私のところへ来ますよ。檻を越えてもか。いやいや、さすがに外には出しません。好奇心が旺盛なので、外に出したら興奮させちゃいますから、あくまで檻の中だけですね。もうだから今日はもうご飯はあげられないの。また今度って言ってるでしょ。ギャー、シャルロッタちゃんが檻の外に。シャルロッタちゃん、頼むから中に戻って。おい、相変わらず全然分かり合えてねえじゃねえか。あいつめちゃくちゃ機嫌悪そうだぞ。カスカさん、お願いします。なんとかシャルロットちゃんを檻に戻してください。なんでまた俺なんだよ。虎なんて無理に決まってんだろう。それにあんた動物語簡単とか言ってたよな。ならそれでさっさと説得しろよ。んなことできるわけないでしょ。そもそも同じ人間たちだって言語の壁で悩んでるのに、種族を超えて意思疎通できたら、そらもう神ですよ。こいつ自分でも何を言ってるか分かってないんだろうな。やはりこうなったら力でねじ伏せるしかありません。お礼はしますから、お願いします。シャルロットちゃんは足も速いので、このまま逃げ出してしまったらもっと危険です。そうは言っても。結局俺がやるしかねえのか。メッセージ
タイミングに合わせる。奥の手やるか。いい子にしますよ。下がってきます。せーて、舐めると痛い目になります。俺の番だ。いい体に合わせますよ。とっておきだ。はっ、あら、私の番です。来てみろ。せー、死にかけますかね。へー、ふざけてるのか。かかってきなさい。どうしようかな。やるか。本気でやってよ。見せてやる。センスにまーれ。舐めるとスタイムに出せる。よろしくな。あ、そんなことないか。うらっ、2回目に合わせますよ。よし、行くぞ。見せてやるよ。うりっ、本気でやる。本気ですか。ほら来いよ。よし、頑張ります。やるか。まあ、かかってください。本気でやってん。ご褒美。来てみろ。よろしくない。舐めるくらいの。あ、すげえ。ふざけんな。せーて、痛い目に合わせますよ。どうしようかな。見せてやる。やるか。勝てると思った。いい子にしな。俺の番だな。とっておきだ。ほら、あーりゃ。遊んでくんない。怪我しますね。ほら、敵が引っかかったぜ。さっさと俺に戻りな、シャルロットちゃん。すごい、シャルロットちゃんがおとなしく俺に戻った。シャルロットちゃん結構人見知りなので、私以外の人にはあんまり懐かないんですよ。素晴らしいです、カスガさん。いや、あんたに懐いてるようには全く見えなかったな。でもこれで大事にならずに済みました。これはお礼です。受け取ってください。たく、逃げ出すのはこれっきりにしてくれよ。大丈夫ですよ。これからはもっと厳重に管理するようにしますから。それならいいんだが。それよりカスカさん、もう少しでシャルロットちゃんのショーが始まりますけど、見ていきませんか。お席用意しますよ。いや、今日はちょっと疲れたし、虎は十分堪能したから遠慮しておくぜ。そうですか。それではまた今度日を改めてぜひお越しください。今度はまた新しい動物が活躍する予定なので。一応聞くが、そいつは逃げたりしねえだろうな。ああ、それはご安心ください。あの子はうちの動物の中で一番賢い子なので、そんなことは絶対ありません。そうか、じゃあ俺は行くぜ。今度から気をつけろよ。はい、ありがとうございました、春日さん。やれやれ、まさかクマに続いてトラとやり合うことになるとは。今度は違う動物でショーをすると言ってたな。気が向いたら顔を出してみるか。